多分問題なくザクザクっていけると思うんで、信長の快進撃が止まる。敵を滅ぼさん。よいしょ、14000、めっちゃ兵出るな。ただね、これ見てると兵の倒し方が圧倒的に強いと思うんだよね。いけるでしょう。六角将帝を、まあ、私信長がこふってあげましょう。火兵で倒すのが信長軍の強さだからな。まあ一旦布陣変更ですか。で、まあとりあえず、とりあえずここは行きたいよね。信長は行っとくべきだと思うけど。皆の者進むぞ。敵の軒口を塞ぐ。続け。まあこんな感じでちょっと見ておきますか。ちょっと動き見ながら。手立てはいかにせん。佐久間信盛をやると。ははどうしようかな。わしの軍略、今ここで使うべきものよ。葬式とか言ってるから、まあ信長隊こう行くのが面白いよね。我が前に立ち塞がる者らよ、砕け散れ。暗い我が先方、メイドの土産に持って行け。敵に打ちかかるぞ。よいしょ、1500人。まあこれはいいでしょう。次はどのように進め、皆の者。信長がサクッと、次なる手立てはいかにせん。ちょっと待ってな、一旦このまま行くか。わしの軍略、今ここで使うべきよ。よし、我が先方にかかれ柴田。で、引かせます。いざ行かん。ははで、お前は、まあお前は大丈夫か。備えは良いか。林さん、新しい新生だ。を見せてくれよ。この戦法にて勝敗を決めてやるぞ。撃ったね。あ、待って、これ氏里が入んなくなる。それだとあまりよろしくないぞ。一旦回復させよう。今ここで使うべきものよ。わしの軍略、今ここで使うべきものよ。我が軍略、今こそ披露してくれようぞ。それはあんまりよろしくない。若造どもにザクッとやってくんねえかな。ああ撤退した。よいしょ、佐久間信盛頑張ってくれ。敵軍撤退。
潰してくれよ。バシュンと壊滅壊滅、打ち取ってますね無駄に。ただガツンと、よしやれたね。六角さんをやっつけました。優勢勝利でございます。我に歯向かう者を全て打ち破ら。はい、勝利でございます。1524突破しました。綺麗ですね、丹羽長秀といい、全員がすんなりとやってくれる様は心地いいものがありますな。よいしょ。なんですと。で、まあよろしいですか。よかろう。六角がどうのこうのって言ってるのがうざいが、これチャンスですね。城攻めよ。前へ。城を落とすぞ。よいしょ。城を奪う。サクッといけそう。そしてハゲネズミには求めがたし、織田家本拠木下秀吉は当時としては例外的な恋愛結婚でネネを嫁に迎えていた。だが秀吉には浮気症があり、恋女房とは別に複数女性と上名を流していた。ネネとの間には子ができず、どうしても跡取りを得たかった秀吉が多数の女性に手を出したとも伝わるが、ねね、お前が殿にわしの浮気を告げ口したのか。殿からひどいお叱りを受けてしもうた。許しませんよ。お前様、祝言の時の言葉忘れてはいませんよね。わしにとって女性はお前のみだと。なんじゃと。む、そんなこと言うたかの。なんですって。言いました。その時もし浮気したら殿に言いつけると、私はちゃんと申しましたよ。やってしもたの。やれやれ、ねねにはかなわん。主君織田信長から届けられた秀吉の浮気に悩むねねを気遣う書状が後世に残されている。そなたはハゲネズミには求めがたい女性だ。書状にはそのように秀吉を表し、ネネを励ます言葉が綴られていたという。いや、信長の器の大きさはちょっと尋常じゃありませんね。よいしょ。そして増永長盛が元服とか言ってるんですが、まあこの辺りはまあいいでしょう一旦。で、斎藤がどうこうとか言ってるんだけど、これさ、斎藤が攻めてきたのならば斎藤家のところに軍出した方がいいから、ちょっと悔しいけど一旦引きましょう。うざったいですね敵の攻撃は。野戦となる。陣を構えよ。信長頼むぞ。5部隊か。ちょっと隙を見せつけたかな。浅野家の戦いと。ただね、織田家はそんな簡単にはやられんぞと。それを分かっちゃいないこの家に勝ち目はないんですよ。うん、よいしょ。我が道を阻めるならばやってみせるがいい。えらい、いざ行かん。で、君ここやな。信長は、信長まあ一旦こういっか。滅ぼさん。かの要所を制す。鉄砲を構えよ。鉄砲を構えよ。よいしょ。まあ制圧がどうこうとか言ってるが、まあそれは妥当でしょう。進むんじゃ。やりましたぞ。うん、
敵を攻撃する。やりました。よいしょ。老将を取りに行く。喜ばしいですな。どうかご命令を。敵を退けます。命令を下され。エーラよ、いざ行かん。よいしょ。やにて敵を討たん。上機嫌だわい。ご命令を下され。こうですね。このまま押し切れましょう。うん、敵を撃退するぞ。やりましたぞ。我が戦闘の切れ味、その身で確かめよ。まあザクッといけんじゃないか。新生と新しい戦を見せてくれよ。気は見逃しませんよ。攻め潰してくれよ。コロクドン、行ってこい。我が前方にて押し通る。撤退ですね。まあまあまあ、一旦回復入れときましょうか。コブ、まあ庭長秀隊なんでやられることはないとは思いますが。気を耐えるのか。いなり潰すぞ。カイロウ911。まあまあまあ20ダメージ入り続けるんだとしたらかなり強い。でまあ一旦こっち向かっとく。まあでしょうねと言わんばかりの怒涛の攻めを。やれやれ。ガボンと。よし、軒口を破壊。よし、優勢勝利でございますと。ということで勝利でございます。さすがに信長軍強いと。フラキを食らい尽くす。まことか。よいしょ。で信長隊だが稲葉山城落ちそうだけど、あの城を奪おうぞ。君らここ攻撃できないかな。敵を退けます。敵を蹴散らすぞ。こんな感じでいきましょうか。我が義達亡くなった。そして半兵衛の城取り美濃国稲葉山城斎藤道三が本拠として以来、この義達そして孫の辰沖が居城としてきた名城である。だが辰沖は年若く家臣や国衆を束ねる力を持たず、自信のなさゆえに主食に溺れる悪循環に陥っていた。納得いたしかねる。まったく辰沖様の遊興ぶりには困ったものよ。これでは美濃国衆への示しもつかん。その通りです、舅殿。このままでは美濃一国は衰退し、周囲の大名に攻め込まれてしまうでしょう。危ういことは確かじゃ。まあ幸い稲葉山城は堅固ゆえ、そうそう簡単に攻め込む輩もおるまいとは思うが、稲葉山城が堅固、私は必ずしもそうは思いませんが、厳峻な金火山の頂にあり、周囲の平地が一望できる立地、どんな敵が攻め込んでこようとも容易には落とせまいが、それもこれも我ら家臣の支えあってこそ、その前提がなければあの城を奪うことなど大した手間ではないでしょう。向こう殿、いくら軍略に優れるお主とはゆえ、それはあるまい。めったに大事など吐くものではないぞ。
いえ、虚言などではありません。お互いなら今からでも攻略してご覧に入れましょうか。ありえぬわ。バカなことを申すでない。主君の城を攻略するなどと。我らがものとします。いえ、辰沖様にお灸を据える良い機会です。そうですね、部下は十数人もいれば十分。舅殿も見物がてらご同行願えますかな。いざ。あ、おい半兵衛、聞けと申すに。森成は我が目を疑った。娘婿半兵衛は宣言通り部下に的確に指示を出すと、密かに稲葉山城内に侵入し、鮮やかに城内各所を制圧。主君斎藤辰沖をも幽閉し、稲葉山城はわずか16人であっという間に陥落させたのである。なんたることぞ。なんということだ。本当に十数人で城を落としおった。頼ましくも末恐ろしき軍祭よ。竹中半兵衛なる若者がわずかな手勢で難攻不落の稲葉山城を制したと聞き、隣国の大名も驚愕し関心を示した。父の代から斎藤家に手を焼いていた織田信長などは、美を半国と引き換えに城ごと半兵衛を召し抱えたいと提案してきたが、主君の乱行をいさめたに過ぎないと断り、半兵衛はあっさりと城を辰沖に明け渡すと、自ら謹慎して書状にこもってしまった。行動こそ大胆だったが、さすがの半兵衛も主君に恥ずかしめを与えたのを深く反省しておるようじゃな。だが肝心の辰沖様が城を取られた怒りのあまり、ますます主食にのめり込むとは半兵衛すら予想しえなかったか。やれやれ、家臣も家臣なら主君も主君か。斎藤辰沖の不満顔を残しつつ、稲葉山城騒動は幕を下ろした。類奇な軍祭を見せつけた半兵衛の名のみ高めて。いいですね。そして須の又築城、織田家臣たる木下秀吉は悩んでいた。うーむ、殿より受けた美の攻略がため、須の又の地に砦を築けとの命。重臣の方々が祈り、軒並み失敗してきた曰く月の任、ついお任せをと申し上げたが、斎藤の支配地に近すぎる。真正面に砦を築けば兵を出され瞬く間に潰されよう。ぬう、この難題をいかにしたものか。ん？逆に兵を退けてしまえば、あとは砦を築くのみなのではないか。頃合いじゃな。地の利人の和、この二つを手にすればそれが叶うやもしれん。秀吉はつてをたどり、長良川の水運を握り力を持っていた川波衆のもとへと向かった。そして川波衆棟梁の八塚小六と対面するのであった。話があるとのことだが。秀吉殿と言ったか、我ら川波衆は斎藤側についておる。何をしに来たかは知らんが、そっくべ叩き落とし斎藤に持って行ってもよいのだぞ。あ、いや、俺は勘弁いたしきり。何、良き話を持ってきたのでござる。ちとお耳を拝借。まずはお耳を傾けくだされい。決して損はさせませぬぞ。秀吉は斎藤辰沖の暗愚を語り、このまま斎藤につけば織田を敵に回し滅びると警告。今織田方につけば良き立場を築けると小六を熱心に書き口説いたのである。悪くないことよ。話は分かった。我らもこのまま斎藤に付き従うは危ういと思っていたところ、だがただ調略という話ではあるまい。それで俺らに何をさせようってんだ。明暗がございますぞ。須の又に砦を築きたく思っておりまする。わしらが砦を築く間に斎藤が兵を出さば、これを
奇襲にて退けていただきたい。川波衆であれば地の利はありましょう。良き話ができたわ。いいだろう。織田に寝返る際の手土産としては十分だろうしな。まっことありがたし。これで成功は決まったも同然にござる。川波衆を織田家に引き入れたことで、秀吉は角俣に見事砦を築くことに成功。この角俣の砦は水戸攻略への、それと同時に秀吉の出世の足がかりとなった。川波衆も織田配下となり、小禄も秀吉と共に戦国の世に打って出ることとなる。さすがですね。ということでね、動画見てくれて本当ありがとう。まずは右側のチャンネル登録ボタンをクリック。そのまま左側のおすすめ動画ぜひ見てくれよな。あ、そうそう、高評価コメントも忘れずにね。ということでね、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。